来年秋に今の健康保険証を原則廃止する政府の方針をめぐり、岸田総理大臣は来週8日以降、記者会見を開いて、国民に説明することを検討しています。政府は保険証の廃止を延期することも視野に調整を続けていて、岸田総理はマイナカードに関する総点検の中間報告がある8日以降に、会見することを検討しています。 あの今それを決める理由がね全くわかりませんきちんと政府として説明することはまず先だと思います政府与党の連絡会議の後公明党の山口代表は記者団に総点検の中間報告を通じて国民に安心感を提供できる説明を期待したいと述べました廃止の延期は法改正を要することなどから 政府内ではマイナ保険証を持たない人に交付する資格確認書の有効期限を一律に定めない案を軸に検討していて岸田総理は状況を見極め慎重に最終判断する考えです。